ルーサー・ホワイティング・メイソンはアメリカ合衆国の音楽教育者。明治初期に日本政府が招聘した親とい外国人の一人であり、1880年3月から1882年7月まで文部省音楽取り調べ係で西洋音楽の指導を行った。ルーサー・メイソンはメイン州のターナー生まれ、1838年から1840年まで、 マサチューセッツ州のボストン音楽アカデミーで、ローェル・メイスンに支持した。1838年の同行の夏季講習会では、ローェル・メイスンの基礎及び、教授法の講座、ジョージ・ジェームズ・ウェップの歌声の講座などを受講している。メイン州、ゴーラム、ペンシルベニア州フィラデルフィア、デラウェア州ニューアーク、メリーランド州ボルチモアといったアメリカ各地で、長年音楽の教師を務め、 1853年にケンタッキー州ルイビル、1856年にオハイオ州シンシナティ、1864年にボストンに移った。ニューアークではデラウェアカレッジの芸術部門で英語と音楽を教えるとともに同校で1年間学生として学んでいる。主に独学で音楽教育を確立し、歌の収集を行い、 音楽教科書と音楽の掛け図を交換し、音楽教育の革新に成功した。合衆国では主に初等音楽教育の第一人者であった。1864年から1879年のボストン滞在時代に合衆国に留学していた文部省の伊沢修司に昇華の指導をしたのが縁となり、1879年に明治政府に招聘された。 1880年2月7日にサンフランシスコを出港し、同年3月2日に横浜に到着した。メイソンは文部省音楽取調べ係の担当官となった伊沢と共に音楽教員の育成方法や教育プログラムの開発を行った。小学小歌集にも関わった。日本にピアノトバイエルのピアノ奏法入門賞を持ち込んだのもメイソンである。神正幸。 奥講義、辻即将、鳥居誠、と中村仙、加藤金子、高田延来日したハワイをからかうあらにピアノ、バイオリン、オルガンなどを教えた。音楽取り調べ係の火星講義では、ボストンのニューイングランド音楽院の教授スティーブン・アルバート・エメリーに聴講者の回答を郵送し、メイソンより火星学の知識に勝るエメリーによる添削を講義に用いていた。メイソンは、 当時音楽、取調べ係に勤務していた岡倉角蔵とも親しかったという。メイソンは日本の西洋音楽教育の基礎を築いた後、1882年7月14日に日本を離れた。メイソンは滞在の延長を望んだが、主に予算の都合で、その希望は叶えられなかった。合衆国に帰国したメイソンは、ヨーロッパ各国を歴訪を読んで行い、 何百もの楽譜の収集と指導法の視察を行った。帰国後も伊沢に書簡を送り、本格的なオーケストラ発展のためには、難しいオーボエやホルンの演奏家を養成すべきと、説いている。メイソンは1896年にメイン州バックフィールドで死去した。同年9月12日に、メイソンの君4等随法少女君が決まり、アメリカに同章が送られたが、 本人の死亡のため変装された。ABCDF E ホール2001、AB 中村1993、P549、中村1993、ピアニッシも547、マクギャレル1976、ピアニッシモ16から17、中村1993、ピアニッシも422から423、AB 中村1993、 ピアニッシも、423から426、中村1993、P489、西原実る、ピアノの誕生、楽器の向こうに、近代が見える講談社、講談社選手目知恵、1995年、ISBN9 兆7840億6258万533、中村1993、ピアニッシも、 508から509、中村1993、ピアニッシ五520から521、中村1993、P546、ありがとうございます。